おはようございます。最終日8月31日夏も実況プレイ続きやっていきますか。なんか BGM もいつもの BGM に比べて爽やかな気がする。気のせい。あ、朝からカレーライス。昨日のカレーライスか。サトル、よく眠れた？まあまあ、結構早めに寝たもんな。頑張ってね。おい、今回も永瀬さんとトコトコはテント撤収の監督。二人はしばらくの間ここに残る。俺たちは？一緒だったから寂しいもん。俺たちいつ出かけるんやろ。でもまたすぐに会えるからね。まあ、この二人には会えるけどさ。というわけで朝ごはん、朝ごはん。朝ごはん食べて、昨夜のカレーライスとラジオ体操して、それからどうすんやろ。またまたとっても美味しそう。一日寝かしたカレーはうまいからね。いただきまーす。いや、最後の日ぐらい、純子ちゃんとかと一緒に食べたかった。京子さんと、叶わぬ願い。この景色を見るのも最後やね、サトル。お、何か心に決めた？別れの挨拶を告げた？もしかして。ん？なんじゃ？わー！今日でついにさよならか。生産したぜ。今日でさよならだぜ。凌介が一番寂しいくせに、かけっことかもしたもんな。寂しいんじゃないかな。京子さんやん。お別れだなんて悲しいよ。京子さんが一番悲しいやん。私も寂しいけど、おばちゃんには負けるかな。また会いに来るよ。数年後になるけど。衣装を作っていただき本当にありがとうございます。すっごく似合ってた。はい、うん、あのエッチな服装よりかは良かったな。もう一度ちゃんと服へそ出し涼子さんにしては普通の衣装やった。いい衣装やった。衣装を作ってくれたのってお姉ちゃんだったの？陽子さんマジ何でもできるからな。君が大人になったらあなたの服も作ってあげる。マジか。うん、あざす。町の人みんな、あ、渋谷博士帰ってきた。出迎えてくれたんだ。お、渋谷博士。渋谷さん、なんでこんなとこを歩いてんの？久しぶり。だって間違えて隣の駅で降りちゃったんだもん。歩いてきたんや。先生、アメリカに引っ越したんじゃなかったの？なんで？私は研修に行っただけだよ。研修って引っ越しの意味じゃなかったの？否定はしないけどかなり違う。よかったな、今日、明日からちゃんと凌介だって知らなかった。新学期始まるからな。新学期前日に帰ってきはったよな。最初に外国って言ったの誰だっけ？あ、山じいじ。いや、今日は何のお祭りだい？夏休みが終わるんだ。その盛大なお祭り。あれ、あんたは？あ、あ、夏もんとの再会や。お久しぶりです、山岡さん。山じいじって山岡さんって名前やったん？若い頃すごくすごく世話になった人なんだ。なかなかワンニやな。同じ町にいても、まあそらそうやな。地元にいても友達と会うことなんてそんなないもんね。どのくらいの成功度？まあざっとこんな感じでございます。一応トータルで言うなら最大まで行ったけど。待って、すごいすごいすごい。俺の所持金179,560円で、お小遣い総獲得数419,330円やって。やばくね？どうなの？夏休み1ヶ月で40万稼ぐ小学生ってやばくね？どちらも払えて万々歳。私もとても嬉しいわ。ぜひまた来てくださいね。はい、ありがとうございます。また来てくださいね。でも、一回町に来た時は小さい町やった場合あんまこうなくなるらしいねんか。でも数年後には多分来るんやろな。いや、お世話になりました。そろそろお別れかな。
待て、本当にここからいなくなるの？そうよ、ラジオ体操。それがあなたの宿命。ラジオ体操できないんや。人生は旅のようだと言うけれど、あれは違う。旅こそが人生。話聞こうか。ではテントの撤収をよろしくお願いしますね。任せときなって。大丈夫だ坊。しばしのお別れです。また会おうね。ラブちゃん、もうこの前初めてトラック乗ったけど3人乗りやったわ。あそこに3人座れるんやね。すごいよなぁ。わ、隣町まで来た。ここで降りちゃったんか渋谷博士。歩いてきたんや。結構長い距離やけどなぁ。やるなぁ。ラジオ体操したかったなぁ。てかここまで入れるもんやと思ったけど、こんなわけにはいかないんやね。バイバイみんな。どうやった悟、今回の夏休みは。俺は良かったよ、まあ、虫と魚がな唯一全部集められなかったっていうのが心残りやけど、それ以外の部分で言うならは全て終えたので良かったかなと思います。銀行のカレンダーや、どのカレンダー使うかってすごい悩みますよね。終わっちまった俺の夏休み。いい夏休みだったな。エンディングゆっくり見よっか。これ多分一番最初やんな。お、俺が捕まえたアブラゼミとかが映ってんのこれ。多分そうやんな。うわー、座敷わらしの子も結構見つけたな。30人まではいかんかってんな。倉庫上にダイヤがあったやつやな。綺麗。どうやって写真撮ったんこれ。サトルが撮ったん。センスあるね。お、一番最初のあれじゃない、お月見の時じゃない。おもちゃ屋さんも渋谷商店も。うわー、新学期ここで過ごしたかったな。新学期もよろしくねっつってな、ひでこちゃんやってたのに。その願い叶わず。雨降った日の京子さん、雨女とかやってたからな。で、日曜日とかになったら演奏してくれる。思い出いっぱいやねこの町の。また来なあかんな。高架下のバスケ、これはあれやね、中旬になってお盆の時のやつやね。初めての夏祭り、一回きりの夏休みやってんな。夏祭りやってんな。もっと会ってくれたらよかったのにね。あの夏祭り、お祭り一回きりやからこそ盛り上がったのかもしれんけどな。盆踊り大会とか書いてあったんや。あんまり使わんかったよな。音禁止書いてあったな。そういえばそんなの。これ切なかったな。灯籠流し、あとはあれか、山の上か、麓部分か。山じいじ、山城も楽しかったな。仕掛けだらけで、なんか今時のお城って感じがした。現代的な。この辺は多分山城の近くやんな。お、これは渋谷博士を見送った時ですね。隣町新聞と天狗、天狗が有名なよねここ。うわ、純子ちゃんとこれ一番最初会った時じゃん。制服着てるし。全部集めたな。これ全部集めたから今の写真やったんかな。あ、最初の
赤ちゃん生まれた時のやつ。うわー、終わっちまった。入道雲が美しいぜ。俺の夢たくさん叶えてくれた、そんな夏もんでした。ありがとうございました。あの夏、山登りや木登りを極めた僕は、十数年後、少々名が知られた登山家になった。うわ。去年出版した本の表紙には、エベレスト登頂の際の写真が使われている。エベレストまで行ったん？でも、未だに夏の夜になると、天狗の山と、そこで荷上げを手伝う夏門の夢を見てしまう。エベレスト、そらあんなん登れたら余裕で登れるやろな。えぐいことなっちまったぜ。サーカス団はどうなったんやろな。終わっちゃったうわ、クリアになっちまったぜ。クリアデータがあればタイトル画面にある夏休みの思い出を閲覧できます。また最初から始めるとクリア時の状態を一部引き継いでゲームを開始することができます。あ、夏の思い出いけるぞ。夏の思い出見ようぜ。はい。どんな感じ？絵日記とかどう？これか。何やったっけ、ガイドブックになったとか言ってたよな。これのことちゃう？ほら、だって左下に定価200、待って、400円で420円って、消費税なんぼ？ 5円か。消費税 5% やって。時代を感じるな。絵日記。うわー、8月1日から順番にあるやん。全部あるやん、これ。明かりつけたとか、一番最初何もできんかったもんな。ラブちゃんやってきたの6日やったんや。短っ。すご。あ、ここだよね。夏リオさんが帰った人。ここで帰って行きおったからな。謎の物体とか見つけたもんな。あ、フィッシュ&チップとか。渡したな。サバのやつ。あんまり8月中にやってないやな。新聞社と隣町とか。あとは、お祭りやろ？煙突、てっぺん、あ、煙突登ったな。ここで登ったんか。作戦会議、パパゾン。で、これやな。灯籠流し。悲しいね。18日。白戻した。で、純子と千春が仲直りとか、天狗山のデートをした。取材はちゃんとできたかな。サーカス団やろ？あ、ここでインクなくなったよね、ちょうど。黒色でしかできなくなって、で、渋谷博士がアメリカに、って。全部登ったのが、8月23日。結構時間かかったな、そう考えたら。お祭り、強力なライバル出現とか。あとは、そうね。純子ちゃんと一緒にラッパ山登ったのと、楽団のサーカス曲を演奏してくれはったのと、で、赤ちゃんが生まれた。うわ、これ最後のやつや。皆さんこれでさようなら。またどこかで会いましょうやって。切な。通知表どんな感じ？大きな冒険あと7つやってんな。小さな冒険はあと1個。釣りおさんとの約束のやつ。のんびり度少ないな。充実度は 91% やけど、のんびり全然しなかったよな、そう考えたら。お小遣い総獲得数41万がなかなかにバケモンすぎる。よかった。でも、ここら辺やね。やっていくとしたら、ここら辺ができなかったのかな。ちょっと残念な部分でありますが。まあ、魚とか、大体釣ることができたんで、よかったんじゃないかなと思います。というわけでですね、夏も8月1日から8月31日の夏休み、まあ、毎日投稿するっていうことだったんですけれども、今日が最後となりました。ではでは、夏休みはおしまいです。皆さん、良き新学期を。